皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカーやっていくるということで、最初は花ちゃんとモグラくんの住み着く地上の森、敵を避けまくれ、また世界の注目難しいの中から選んでみました。86分の3クリア率約 3% ということで、結構難しいですけれどね、やっていきたいと思いますよ。どんなコースなんだろう。まあ、名前、おお、何今のエフェクト、かっこいい。猫パンチか。これ左側行けますよね。これズルじゃないよね。あ、よかった、いけなかった。ちょっと逆に安心しちゃいました。この羽付きの超ロップはどうすればいいのかな。これでいいのかな。倒しちゃうよ。ここ上行け気もするな。まあ、いっか。オッケー。なんか私こういうボンミスが多いんですよ。これがクルクルクルのいいところ。猫パンチこれ怖いですね。猫パンチ慣れないと恐ろしい。上行けないかな。ほほ、あ、行けた。やっぱり行けた。いいのかな、行っちゃうよ。ほ、キノコゲット。あ、でもそれだけかな。あ、ファイヤーありますよ、ファイヤー。これでもうこのコースはもらったも同然。よいしょ、ここ気づいてよかったわ。オッケー、これでもうさっきの絵、さっきこいつにやられましたけども、でも早速ファイヤーをなくしていくスタイル。んーと、これは踏まない方がいいですよね、パウブロックはね。あ、やばい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 、なにこれ。あ、せっかくキノコとファイヤー取ったのに。はい、戻ってきました。今回はまだファイヤーマリオの状態のまま来られていますよ。このままどんどんと進んでいきます。で、このなんだろう、危ない、パウをうまく1個取れました。見た感じスタンダード系なコースだと思うんですけれど、難易度は結構やっぱり高いですね。難易度難しい。でもまあそのぐらいですかね。面白いですよ。花ちゃんの上に中間がありました。花ちゃんありがとう、中間大好きです。おー、怖えー。何が、何どうなってんの。え、あの花ちゃんについていくの。やばい、行っちゃったよ花ちゃん。やばいんじゃないのこれ。え、やばくない。花ちゃんこっちまで来てくれんのかな。ここで待ってます。動画的にいいのかなそれ。よかった、花ちゃん来てくれましたよ。来てくれなかったらどうしようかと思ってたけど、これ飛び移れるね。オッケー、怖えー。ほっ、あー、待ってたのに花ちゃん。なんか最近花ちゃんにやられてばっかりな気がします。まあ別の動画になってると思いますけどね。よっ、オッケー、今度は無事に乗ってこられましたよ。さすがにね、あの上でずっと待ってるのは動画的にどうかと思うのでね、こっちの方がいいですね。あ、キノコが落ちていく、ブラックパックも落ちていく。え、やっちゃダメだった。オッケー。ほっ、これは多分こっちで待ってればいいんじゃないかな。いいのかな。もうキノコ落ちてこないのかな。キノコ欲しいんですけどね。こんなにちょっとチョロップ多すぎません？なんだっけ、花ちゃんとチョロップのコースか。いやー、それにしても、うわー、助かった。ファイヤーフラワーゲット、ありがとうございます。なんか大きなスパナが飛んできました。これあからさまに下に行けってなってるのが気になるんですけど、私性格が悪いので上行ってみます。オッケー、はい、何もありませんでした。性格悪いところを皆様にご覧いただいただけになってしまいました。さて、青狩りに比べれば普通の狩りなんか怖くもなんともありませんが、ほっ、壁キックからの、あ、素直に降りればよかったな。なんか私の性格の悪いところだけご覧いただいたような感じになってしまいましたが、無事クリアすることができました。花ちゃんとモグラくんの住み着く地上の森、敵を避けまくれ。
ぶつかりまくりました、ゴリゴリしまくりましたけどクリアできました。イカリア長介さん、ありがとうございます。お待たせしました。次はこちらのコースやっていきます。異次元のスナイパー、コナン君の映画ですね。赤いさ、あ、行っちゃったあ、でももう2年前か3年前かの映画だし大丈夫かな。あ、キノコはこれ取った方がいいのか取った方が良くないのか、ここまで来たけどまだ分かりませんが、とりあえず取ってみますかね。はい、取っても無駄でした。これはなんだろう、急いで行く系のコースだと思うけど、よいしょ、これでいいのかな。異次元のスナイパーって上のハンマーブロスのことですよね。キノコ取ると難しいような気もするけどな、いいのかな。オッケー、こっからはスピーディーに行けばハンマーブロス渡して怖くないと思うんですけど、オッケー、こっこっ、あ、ここで当たっちゃった、もったいない。ほっほっ、激おこ花ちゃん、お、キノコ、ここで補充してくれるのはありがたい。あ、でも早速食らっていくスタイル。ここはもうゴリゴリでいっちゃいましょう。オッケー、ゴール。異次元のスナイパー、赤井さんに比べると、まだまだ大したことないですね、ハンマーブロス。異次元のスナイパー、フーリガンさん。フーリガン、確か、コナンのアニメで出てきましたよね。なんだっけ、灰原愛ちゃんが電車に乗ってどっかに行っちゃうんじゃないかみたいな心配をしてたような回だったと思いますけれど、まあコナンは置いておいて、とりあえずマリオメーカー無事にクリアすることができました。今日は短いかもしれないですけれど、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。次回はあなたのコースにくるくるくる。いいね。